日本とバチカンは450年前から交流があります。1549年にフランシスコ・ザビエルが来日して以来、キリスト教信仰が広まり、多くのキリスト教徒が生まれました。角川文化振興財団はこの分野のトップ研究者を集めて研究グループを確立。日本とバチカンの文化交流が拡大しました。questi progetti che hanno condotto al convegno, ma quelli che nasceranno per i prossimi 100 anni, e questo è il nostro augurio, possa veramente rinforzare questa amicizia, questa sensibilità comune. 2018年にローマ教皇の38年ぶりの日本訪問が決定し、来日を契機に記者会見を行い、プロジェクトの内容を発表しました。記者会見にはオルリッシュ枢機卿をはじめ、バチカン側からも多数臨席いただきました。もっと深く、歴史と現在の時代を見て、そして文化交流をやる。バチカンと日本100年というのは、やはりこの教皇訪日のための大きなパワーになるというふうに思いました。やはり日本とバチカンを近づける、バチカンの人に日本を知ってもらう、このプロジェクトの重要性ってもすぐに私は分かりまして、ぜひ実現していただきたいと思いました。In Giappone come era la persecuzione, dunque non ci sono tanti documenti, ma nel Vaticano alla biblioteca per esempio, ai musei,tanti documenti che sono rimasti senza essere toccati forse. Lo scopo di questo progetto è di svelare la bellezza di centinaia di anni di rapporti tra il Vaticano, la Santa Sede e il Giappone, che sono conservati nella Biblioteca Apostolica, negli archivi segreti, nei musei, per far vedere come questi 500 anni di rapporti, che sono stati rapporti di amicizia tra il Giappone e la Santa Sede, possono svelare degli aspetti di grande interesse alla società di oggi. バチカンとの特別な友好関係の下で、2018年から現在まで国際研究チームは日本、バチカンおよびヨーロッパの文書館で研究を進め、東京と長崎で行われた合わせて3回の公開シンポジウムで研究の成果を発表しました。あなたが文明対話をしたいということでバチカンを選んだのは非常に正しい。なぜかといえば我々が文明を築いてきたからだ。それぞれイエズス会の布教理念を体現している重要な作品であるということが言えるかと思います。世界分割と世界布教は表裏一体、背中合わせであったということが言えようかと思います。屏風のほかに、踏み台とか硯箱とか、あるいは教皇以外の人に要人に送られたものもいくつか実際のものが、あるということが分かったというのが一つの成果です。なぜ17世紀の半ばから日本の殉教者のイメージが多く見られるのかということなんですね。でこの山本信次郎氏は日本に最初の教皇使節、が、派遣される大きなきっかけを作った提案者であると。キリシタン関係資料というのはですね、異文化交流のやはり基本的な資料になるのではないかというふうに考えました。ドロ神父はこれら信仰の場となる教会堂に加え、
暮らしの糧を得る救助院も設計、建設しました。The most relevant is this samurai armor of the Achiska clan, which possibly belonged to the Catholic daimyo Achiska Iemasa. 暮らしの中にはラテン語のものもありますが、信者さんたちは祈りの意味も分からずに唱えています。この門川さんのバチカンプロジェクトというのは、まさにこの文明の乗り物としてのキリスト教会、カトリック教会というものを考察する、そういうプロジェクトなんじゃないかと私は思っています。キリスト教総本山であるローマ帰りであることを理由に、まあ、重要であるということで、江戸で直接将軍幕閣の宣言を受けた末に穴釣りで殉教しました。カルディンの日朝関係、日朝交流における寄与というものは、鎖国後の日本情報の伝達、そして日本関係復興への尽力というふうに評価できるかと思います。このエリアの人々は、まあ、近距離にもかかわらず自分からカトリックの神父さんのところに行って、自ら信仰を表明して、その後、まあ、カトリック信徒になった人が非常に多くいたということです。バチカンを中心とした、まあ、研究、それから新しい資料の、まあ、調査ですね、そういうものを依頼されまして、私たちは研究グループとして立ち上がりました。私たち研究者が、まあ、個人的に研究する、あるいはバチカンと関わり持って、バチカン のアーカイブ、すなわち文書館とか、それから図書館と、まあ、利用することはできるんですけれども、それは限界があります。その限界はですね、やっぱりこのグループで、しかもいろいろな窓口を作っていただいて、アクセスできたということは非常に、ありがたいことで、実際にいつもはアクセスできないような、裏側のその資料とかですね、それからそういうものにアクセスすることができました。日本に敬虔なキリスト教徒がいたことを示す貴重な資料として、17世紀初頭、日本のイエズス会が教皇パウロ5世に送った手紙があります。その報答書の数は5通、今もバチカンに大切に保存されています。そのバチカンにだけ存在していると思われていた、報答書、全く同じもの、おそらくコピーとして作られたものだと思うんですけども、それがフィレンツェから出てきたんですね、ローマじゃなくて。おお、本物ですね。possiamo ancora allungare togliendo l'altro, この長さで大丈夫ですね。 OK。 でこれは非常に驚きで、我々が従来知っていた歴史を少し見直す機会にもなってます。新しいものが出てきています。2020年、フランシスコ教皇は第二次大戦中に教皇だったピウス12世に関する資料を研究者に公開しました。長らく非公開だった資料に光を当てることで、今まで封印されていた真実の歴史が明らかになると、誰もが大きな期待を寄せました。第二次世界大戦では、日本、ドイツ、イタリア、いわゆる三国同盟があった関係でですね、ドイツとバチカンが、まあ条約を結んだということがあって、その時の資料を公開すると、バチカンが非常に批判される、非難されるのではないかということで、バチカン側としてはあまり名誉な話ではないので、なるべくこれは公開しないという方針だったんですが、やはりフランシスコ教皇になってから、今まで閉められていたピウス12世文書というものが新たに公開され、全て分かるようになった。これは非常に大きな
事件と言ってもいいと思います。ピオ XII i documenti sono stati aperti solo nel 2020 e quindi per me è stata l'occasione di vedere dei documenti finora sconosciuti. Abbiamo potuto analizzare questi documenti, vedere quanto era l'interesse della Santa Sede per i giapponesi, per la sofferenza dei giapponesi in questo periodo bellico e anche post bellico.本プロジェクトでは3回の公開シンポジウムを行ったほか、文化庁の日本博を契機としたイノベーション型プロジェクトとして採択され、海外に向けて長崎のカトリック文化を広く紹介することができました。また世界的指揮者の西本智美さんのコンサートを行いました。さらに外国人インフルエンサーを招いてファムトリップを行ったり、伝説の無声映画殉教決死日本26聖人の上映会も開催、多くの人にご参加いただきました。コロナ禍ではありましたが、バチカンを紹介する VR 映像を作成したり、さらには日本のキリスト教とゆかりの深い長崎を紹介する動画も作成、長崎観光アプリも開発しました。クラウドファンディングでも多くの方にご支援をいただき、研究活動を進めることができました。これからバチカンと日本の秘められた交流の歴史がどんどん、解き明かされていくことでしょう。E come ha dimostrato anche il successo di questo progetto, il successo di contenuti e anche di pubblico che hanno sempre affollato i convegni che ci sono stati a Tokyo, a Nagasaki, che ha visto con interesse anche la pubblicazione in giapponese della Civiltà Cattolica, che ha seguito la riscoperta del primo film sui martiri giapponesi. Tutto questo dimostra non soltanto un interesse storico, artistico, culturale, ma anche una certa disponibilità ad accogliere un messaggio spirituale. バチカンの発行するカトリックジャーナルであるラ・チビルタ・カットリカの日本版を刊行。日本とバチカンの交流が始まったのはフランシスコ・ザビエルに遡りますが、その後日本では江戸時代に禁教とされ迫害された歴史があります。カトリック文化が寸断されてしまった極東の国でこの雑誌が刊行されることはとても意味深いことです。La Civiltà Cattolica è una rivista molto antica, è nata nel 1850 e ha solcato i decenni. In tutto sono passati 170 anni esatti dalla fondazione. E ciò che da sempre la rivista intende offrire ai suoi lettori è la condivisione di un'esperienza intellettuale illuminata dalla fede cristiana, ma anche profondamente innestata nella vita culturale, sociale, economica, politica dei nostri giorni. Così anche la Civiltà Cattolica va assumendo un profilo sempre più internazionale, con corrispondenti da varie parti del mondo. Questo ha fatto sì che si sentisse l'esigenza di offrire la rivista a un numero più ampio di lettori in lingue differenti. Per questo abbiamo accolto la richiesta di pubblicare Civiltà Cattolica in lingua giapponese. E il Giappone da sempre è stato nel cuore dei gesuiti, della Compagnia di Gesù, e in questo senso la rivista compie un sogno, se vogliamo, cioè il sogno di parlare la splendida lingua giapponese e di far sì che la cultura giapponese rientri meglio all'interno della diffusione della rivista e dei suoi lettori e nello stesso tempo portare in Giappone le riflessioni di molte altre parti del mondo. ジブリタカトリカの論文はすべてイエズス会の神父が書いたものになります、まあ、これがこの雑誌の最大の特徴ではあるんですけれども、まあ、雑誌の論文の中では歴史的なことに関するものももちろんあるんですが、それだけではなく古いものだけではなく今の現在の世界中の情勢を考慮したさまざまな、まあ、例えば経済だったりとか文化だったりそして政治的な視点からの論文が集まっているというのが、まあ、このジブリタカトリカの特徴であり、まあ、それを日本の皆さんに読んでいただくことによってバチカンのと日本との交流がさらに深まるものになると考えています。
バチカン100年プロジェクトの一つの目的は徹底的な資料調査です。日本関係の資料がバチカンの中で昔から数多く残っています。このような資料を対象に調査して、非常に詳細に富んだ目録を編集することが、最初からの企画であるということなんですが、その上ですが、2年かけて調査を続けてきましたので、今まで知られてないものも数多く含められるということです。バチカン文書館などには膨大な日本関係の文書が存在していましたが、未整理のままでした。今回のプロジェクトに携わった研究者たちによって未解明だった文書の調査研究を進め、その過程で文書を整理し目録にまとめました。この文書館などの日本関係文書目録によって研究活動が進み、さらに今後の研究に資するところが多いと考えられ、本プロジェクトの大きな成果といえるでしょう。日本関連資料がバチカンにはたくさんあるというのは分かっていても、実際バチカンに行ってどこを探せばその資料が出てくるかというのが、なかなかその目録というものがない限り分からない。研究者もですね、研究ができないということで、このプロジェクトで初めて体系的に日本関連文書の目録、そのどこに行ってどこを見たら分かるか、資料の番号や請求場所などが書いてある目録が出来上がったということが、私たちの研究にとっても重要ですし、今後これからさらに研究を発展させる上でもこの目録は非常に重要なものだと言えます。この目録に関する研究と内容は2023年5月にルッカで行われた国際シンポジウムで発表され、世界的にも注目されました。What the Kadokawa Foundation is doing is very important and very influentialby promoting academism and also knowledge about Christianity in Japan. Grazie a questo supporto della Fondazione Kadokawa Foundation è stato possibile rileggere, ma soprattutto riorganizzare molto bene un archivio, un inventario di tutti quelli che sono i documenti conservati presso l'Archivio Apostolico Vaticano inerenti proprio il Giappone tra il XVI e il XVIII secolo, con specifico riferimento proprio alla cultura del cristianesimo nascosto.バチカン側には日本以外に関する資料もたくさん残っているので、日本とバチカンという2つの国だけではなく、もっと横の広がりを広げてですね、その同時代の例えば天正や慶長施設の訪れた時代に他の施設に対してバチカンはどのような対応をしていたのか、そしてそれが日本との対応とどう違ったり、もしくは日本との経験が他の国との大使の受け入れ方法に影響を与えているのかどうかといったような感じで、視野をもっと広げてですね、今までやってきた研究を続けていきたいなと思っています。はい、2018年ですかね、このプロジェクトが発足したのが。そして初めはいろいろと、バチカンと日本を往復しながら考えたんですけども、途中でコロナの、事態が発生しまして、我々もなかなかバチカンには近寄ることができなくなったんですけども、それでもなおかつまだ知られてない、あるいはもっと研究すべき資料があるのは事実なんですね。それを今後やはり継承していきたいとは思ってますけどもね。このプロジェクト100年プロジェクトっていうふうに伺ってますので、これからの100年っていうことを考えると、日本とバチカンっていうのはその価値観を共有してるんで、っていうのはその価値観っていうのは世界平和の実現とか人権の尊重とか環境の保護、貧困の撲滅などなど、そういう価値観を共有してるんですね。それと教皇が2019年に訪日したということを加えますとですね、これからの100年日本とバチカンの関係がさらに進化、このプロジェクトを通して進化されるというふうに思ってますね。